将軍ってやっぱ強いんだね。敵にしたくねえよな。王様の剣って何本あるんだ？歴代王の数になるが、現存しているものがどれだけか。宝探しみたいだね。靴の中砂入ってるな。じゃあ取れよ。ああ。なんかすごい安心。ああ、死骸が入ってくる心配がないからな。お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。どんな武器が欲しいんだ？また寄ってくれ。ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか。受けて立ってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。将軍、
そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。モニカって強いの？俺やグラディオと同じ王と警護隊だ。今イリスについてるダスティンもな。二人とも親父の優秀な部下だぜ。オートにいた奴に会うってのはなんか心強えな。で、後ろから援護かな。分かってんじゃん。ほっ、数が多い。確実に一匹ずつ仕留める。くせえけど仕方ねえな。で、次よっ。で、で、ロクト、隠れて回復しろ。イグニス、任せろ。いや、こっちだよ。で、いや、それ。はい。はい。と、はい。さ、おりゃ。せ。ふ。悪い。いや、油断した。はい。気にしない。失敗することもあるって。くらえ。いや、いや、悪い。くらえ。せっ、イグリス。了解。せや、よっ。油断したらどうか。せっ、はっ、やっ。よっ、あれ、チェン、くらえ、はっ。ブロット、ロットに手貸せ。分かった、すぐ行く。おい、ロット、今、危なかったんじゃないか。別に、あれでねえし。本当だよ。ノット、分かってる。やるや、ぐい、チェン、ほら、あーた。グラディオ、おいよ、いや、くらえ、こいめ、よっ、いや、せいこだ、さ、でも、よっ、よっ、され、ノクト、警戒せ。
けねえ。一気に片付けるぞ。早く終わらそう。はい。でっ、どうする。はい。やるかやられるかだ。やってみる。でっ、はっ。プロント感謝。大変光栄です。せっせっ、はっ。あれ、せよ、はっ。やっ、せい。大丈夫か。悪いな。そう、それはっ。あっ、せい。見つけろよ。悪い、イグニスの状態が悪いぞ。これで満足だろ。ノクト強。まあな。しゃ、いい流れだった。ホテルのベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だわ。ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を、グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。じゃあ行ってくるわ。ああ、頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らすんだ。
上だ。分かった。過ぎるぞ。勝ってるってな。その息だ。悪い。気にするな。戦闘に集中しろ。ほら。優に倒せなければ仲間の足を引っ張るぞ。俺だけでも余裕だし。王子、くれぐれも独りよがりにならないようにな。無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち。ああ、問題ねえ。任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルか。へえ、よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。
ここで死んで終わりにしちまえよ。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。ではいずれまた会おう。外の厳しさにも慣れちゃあきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ、
やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナ・フレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ、なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯、チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ？ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の？ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。レスタルムな。待ってるね。イリスか。タグ、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。よし、見に行くか。のほほ、楽しみ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
お、サニアか。え、知り合い？前にハンマーヘッドで話をしたことがあってな。そうよ、なんか話してたな。彼女の話聞いてみろよ。かなり野獣に詳しい。勉強になるぜ。あ、回復系のアイテム買わないとね。あ。